世界地区予選オセアニアグランプリは今大会と同じくメルボルンで行われた。いずれ劣らぬパワーファイター揃いの中で優勝候補最有力と目される男がいた。2000年のオセアニアグランプリを制覇したマーク・ハントである。予想通りハントは1回戦からパワーあふれるファイトで勝ち進む。準決勝もパンチの嵐。特に思い切りよく踏み込んでの右ストレートはまさに脅威。決勝は大阪大会にも参戦したピーター・グラハムが対戦相手。トリッキーな動きも得意とするグラハムだが、ハントは全く関係なくパワフルな攻撃で押しまくり、ボディを効かせてまずダウンを奪う。最後は天を突くような鋭いアッパーでジ・エンド。ぶっちぎりの強さで2年連続オセアニアを制覇した。どうも。Today is good. Rest day. Get much rest as possible. Rest for tonight. Fight hard. 、which was a good experience for me. So, the window of opportunity has opened up again. So I'm here now.Take that opportunity and go the next level. So, I actually feel quite better here than when I came into Japan. I mean, this is I've never lost in Melbourne. This is my backyard. So I'm hoping this will work as an advantage to me for the tournament. I'd just like to say hi to my mom and dad. Wish me luck on Saturday night and lots of love.サモアの怪人マーク・ハント。 K-1 でもトップクラスのパンチの威力。ジェロム・レバンナでさえノックアウトすることができなかった打たれ強さ。ハントはいつトップファイターを食ってもおかしくない実力者だと言われる。自分の庭だこの大地、大きな飛躍を遂げられるか。そうですね、北条介しっかり準備をしてきた、はい、さあ得意のパンチを繰り出します。天田です。右のローを見せます。しかし天田がパンチでいきます。パンチでいく、パンチラッシュ、これをご覧ください。ダウンだ、ダウンだ。天田が3球ダウンを奪った、うん、さあ天田一気にいけるか。チャンスですよ。ここはチャンス。カウンターのスライド、ノックアウト。カウンターを決めた天田博美。1回戦からも決勝みたいなもんなんで、だからもう先のこと考えてたらきりないんで、もう本当に一個一個ワンマッチだと思って、1回戦からも全力で、2回戦も全力でみたいな、持てる力全部出したいですね。天田はここにいるんだぐらいのね、まあ、ここにありみたいな感じで、勝てる日本人っていうのを証明したいなと思ってます。日本からただ一人参戦の天田博美。確実に実力を伸ばしているものの、大きな結果を出すまでには至っていない。対戦相手のハントも天田同様パンチ中心の選手。回転の速いコンビネーションでパワーで劣る点をカバーできるか。アウェーでの戦いにも物おじしない勝負度胸の良さで勝利をもぎ取りたい。 Ladies and gentlemen, your championOur champion, our Aussie Hope, Mark Hunt! 大歓声です。 K-1
J1 オセアニア地区2年連続チャンピオン、地元のマーク・ハント。Ladies and gentlemen, Hiromi Amada。 まずはオーストラリア体育を統一だ。アマダ・ヒロミですが、いやーブーイングも出てますね、谷川さん。そうですね、やっぱり対戦相手のマーク・アントン選手が地元の選手ですからね、まあ、アマダ選手にとっては本当に不利ですよね。やりづらい雰囲気ですね。さあ、しかしこの中で特攻精神で臨む大和魂、アマダ・ヒロミ、果たしてどんな戦いを見せますか。ジャパンの特攻隊長と言われるアマダ、前回のベルナルド戦でも非常にいい試合を見せました。アマダの魂ここにあり。さあ、そのアマダの初戦です。まあ、アマダ選手ですね、はい、本番強いですから、僕全然ちょっと楽しみにしてるんですけど。おっと、膝が飛んできた、右ストレート。いきましたね、マークハント。いきなりラッシングパワー、マークハントです。あ、来ましたね。あと右アッパー危ない、右アッパー危ない。さあ、ここは距離を取る天田博美がこの辺りは落ち着いています。マークハントの得意技はこの右のストレートなんですよね、はい、ものすごいパワーありますから。そして右のロー、そしてストレート。これ効きますよ。ちょっと天田何もできない、右アッパー危ない。頑張れ頑張れ。いや、日本人としてやはりこの中でね、のりかさん、一人戦っている天田を応援したくなりますね。そうですね、このアウェイのバッドムードを大和魂で吹っ飛ばしてほしいですね。そうですね。ボクシングのスピードはアマダ選手も速いと思うんですよね、だからいかにスピードでこのパワーのあるマークハントを攪乱するかですよね。ただ谷川さん、このマークハントはなかなか倒れてくれませんから ね。去年1年間続いて、ジェルボレバンナが唯一 KO できなかった選手なんですよね。そうですね、もう顎の強さはすごいですよね、はい、この選手は。さあ、石井館長、これはアマダはどんな戦い方をするべきでしょうね。モーションが大きいんで、やっぱカウンター、クロスカウンターとか狙いたいんですけどね。クロスカウンターね、でもマークハント、ボクシング上手くなってますね。あ、そうですか、成長してますか、はい。今回はご覧のように金髪に染めてきた。右のショートいいですよ、はい、軽くショートを合わせて、そして右のボディも先ほど放っていきました。体振ってね、かぶせて乗っかってくるんで、なるほど。なかなかカウンター、向こうもやっぱカウンター君は警戒してますね、はい、おー、ナイスパンチ。ワンツー見せました、天田博美。お互いパンチ対決ですね、はい、でも打たれ強い顔してますよね、マークハントね。マークハント選手はなんか、がっちりね、首なたりもしてますからね。あっと右から、左、今度アッパーです。天田もちょっと圧力びっくりしてるんじゃないですか。ワンツー、スリー、はい、天田選手も本当速攻でいきたいって言ってたんですけどね、とにかく1個勝ってもしょうがないんだと、はい、てっぺんまでいかなきゃしょうがないならば速攻で叩きのめしてやるというようなことを言っていましたが、この天田軽くジャブを合わせていきます。マークハント、じわっとプレッシャーをかける。左プレッシャーかけてますよ、ね、右のハイ、蹴りね、そしてワンツー。天田選手、これ蹴りいくのいいですね、ちょっと頭の中にはおそらくもうパンチだけっていう感じもマークハントあるでしょうからね。まあ、本当に右の攻撃ですよね、気をつけなきゃいけない。左は右ストレート、危ない。右だか、左か右ストレート、下が飛んできた。マークハント、さあ、これカウンターを取れるか。まだカウンター打ってるんですけどね、打たれ強いですよね。当たってるんですけどね、今も飛び込んだところの右のパンチが当たってるんですが、ビクともしません。マークハント、右ストレート、白いタオルが当たった。アマダ・ヒロミが崩れ落ちた。強烈な右ストレート、マークハント。アマダ選手はですね、こんなパンチで倒されるの珍しいですね。それも一撃ですよ、はい、いや、すごいパワーでした。天田選手が吹っ飛びましたもんね、コーナーにね。天田選手がパンチでこんなにやられるのは変だったら少ないですね。そうですよね、この人はとにかくアマチュアボクシングの全日本チャンピオンですからね。すごい破壊力ですね。いや、驚きました。見てみましょう、伸びましたよね。伸びてきましたね。いや、この右です。これ逃げてるんですけども、もう、本人は外してる距離なんですけども、やっぱりあれですね、状態柔らかいですね。さらに振り込んで、そして状態が前に来ている。予想以上に右のストレートが伸びてきました。マークハントの一撃、ちょっとホースも楽しみですね。この後ホースとハントということになりますが、はいはい、いや、確かに、あ、今ようやく山田が痛かったんじゃないですかね。目から火花が出たっていう感じですね、はい、脳震盪っていう考え方が。ハント、浜田の特攻精神及ばず、
浜田は初戦で姿を消しました。残念ですね。そしてこのマーク・ハント、強くなってますよね。この人は打たれ強さだけではなくて、石井館長、あのボクシング術も、ね、途中で良、くなったとおっしゃってましたがね。そうですね。そして浜田博美、悔しい、非常に悔しい思いを胸に今花道を下がっていきます。このメルボルンまでやってきた浜田ですが、初戦このマーク・ハントの一撃に沈みました。さあこの後はホース対マーク・ハントという準決勝となります。もっと俺は強くなって次は勝ちます。パンチ見えてたんですけど、一発もともう右足しびれちゃったんで、まだ結構パンチあると思ってたんですけど、あんなやばいと思わなかったんで、ちょっとびっくりしました。今日は情けない試合だったんで、本当申し訳ないです。じゃあ怪我直して頑張ってください。はい、すみません、ありがとうございます。